なぜ俺に。お若いお人に一つ頼みがございまして。なんだ。父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋に見入られてしまいました。もうずっとずっとただ恋に餌をやっています。お若いお人、どうか父を恋の呪縛から解き放ってください。あのような永遠は父の望みではありませんでした。
しお若いお人、お若いお人、もしや代理に行かれるのですか。それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。なぜそのような。代理の扉はもう長い間閉じたままです。大事なお使いがあるのですが、このババの身ではどうにも果たしようもなく、お若いお人に代理の扉を開けていただければと。今は水の中、そして代理に着いたら内より扉を開けていただければと。大事なお、
もうお主恋の鱗を知らんかえ。宮様の宝鯉遠くいる鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。もうお主よ、もしどこかで我と同じ壺に合うことがあっても、あやつの願いに聞かぬでおくれや。あれは一族の恥物、己のため主の恋様を神仙とした大逆の罪人よ。だいぶ鱗が戻ったのう。お主のおかげじゃ、ようやっとあやつの罪を償える。しかし鱗は尊いのう。まるで我までが尊いよ。もうここまでの働きあっぱれであった。ゆえにお主を見込んで話し、いや姫事を聞いておくれや。おう、さよか。まことあっぱれなおの子よ。知って、姫事じゃが、この餌を主の恋様に献上しておくれ。くれぐれも誰にも知られず、ひそひそとな。さすればお主に宮の秘宝を授けようぞ。もうお主、主の子くれぐれもひそひそ。さすればお主に、もう主、さす、もうひそひそ、ひそ、
今は水の中、無双者愛人の。
狼、よくぞ戻った。源の宮へはたどり着けたか。はい。そうか、案じておったぞ。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む狼。何やらナイフの軍が騒がしいようだな。だが心配はいらぬぞ狼。時折一心様が様子を見に来てくださる、心強いことじゃ。何やらナイフの軍が、だが時折一心心ず操は強いな。私もかくありたい。なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした。タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ、おそらく解釈とは竜院の巫女の命とともにその不死を断ち切ること。何だと。このまま不死立ちの道を歩まれるならば、不死斬りで九郎様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、不死立ちこそが九郎様の望み、それは承知しています。ですが、狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。竜院は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。狼殿、調べを進め。ああ。それから巫女様、はい、狼殿、
戦
もっと遠く、もっと遠く。この、よくも、よくも計りおったな。何が貴族なものか、永遠なものか。返せ、父よ、父様を返せ。
隠居か。
病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は、これを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か。はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ出し、ススキの原であなたを待っているはず。分かった。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印ののろしを屋根上に置いています。ヨタカののろしをたどり、クロウ様を追ってください。クロウ様は抜け穴より城外に達しました。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。ススキの原であなたを待っているはず。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印ののろしを屋根上に置いています。ヨタカののろしをた
急いでくれ。ジョーカーは広いありさまじゃ。ナイフ型ヘビタに橋までかけるけど、頼む橋。この先ナイフ型の本座れを落とせば。
Thank you.